FM ギナーをお聞きの皆さん、おはようございます。4月24日月曜日モーニング8をこれから生放送でお届けいたします。時刻は間もなく8時1分を回ろうとしております。宜野湾市旧名宜野湾ヒルズ通り沿いにあります FM 宜野湾のスタジオから月曜日担当がねこまよがお届けいたします。今日も1時間半どうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。今ちょっとしたハプニングがあって喋ること忘れちゃった、飛んでしまったんですけど思い出した。おととい土曜日ですね、伊江島ゆり祭りから無事に帰ってまいりまして、おとといからか伊江島第22回伊江島ゆり祭りがまた開催しております。で、私は初日ですね、そのお祭り5月7日までやってるんですけど、初日に行きまして、で、ヤンバルに住む祖父母をね連れて行くことができて、もうねとっても感動してましたね、私のおじいちゃんおばあちゃん。で、私離島自体が2回目なんですよ。で、1回目どこに行ったかって言ったら、1回目も伊江島で、今回も伊江島、まだその伊江島にしか行ったことないんですけれども、離島は。そうなんです。そう、石垣島とか、あの伊是名とかめっちゃ行ってみたいんですけど、あの星空ツアーっていうのを行ってみたいんですけど、まだ行ったことないんです。1箇所しかなくって、で、1回目行った時はもう亡くなっちゃったんですけど、一緒に当時住んでいたおじいちゃんと、その時のね家族8人家族、私の兄弟、お父さんお母さんで、おばちゃんじいちゃんと8人で、私が小学5年生の時ぐらいに行って、で、2回目は今度は私の母の、お父さんお母さんですね、ヤンバルに住む祖父母を連れてって、で、そう、出発前に一応ね仏壇に手を合わせてから、じいちゃん今からね、あの時みんなで行った伊江島行ってくるよって言って、よければね、あの見守りに来てねって言って、もう本当になんかいろんな人のパワーを受けて、今回挑戦というかいい経験ステージを立たせていただいて、もうね、大城智也さん、牛乳屋のひふみさん、3人でオールコネクトで、今回やったんですけれども、本当お客さんもあったかくて、司会のアキーナさんとナオピンさんも本当にもう超最高な楽しいメンバーで、会場がすごい盛り上がってですね、雨も晴れたし、その朝から雨がすごくて、今日大丈夫かなって不安だったんですけど、でも無事に終わることができました。ゆり祭りですね、だいたい4月の末ぐらいが一番見どころだそうなので、見ごろだそうなので、もしよければ皆さん行ってみてください。5月7日まで開催しております。伊江島ゆり祭り最高でしたよ、おすすめでございます。さあ、今日のオープン、今日のテーマだ、テーマ忘れてた。ゴールデンウィーク、来週ですね、もうゴールデンウィークですよ皆さん、もう大型連休やってまいります。多分ね、沖縄に来る方多いと思います。今年もねすごくいろんな方が来られると思います。で、沖縄の方にも、そして内地から沖縄に何回も遊びに来ている方にもぜひ教えてもらいたい、今日のテーマ、沖縄のいいところです。沖縄のこういうところがいいよ、もちろん場所もそうです、スポットもそうですし、あと食べ物もそうだし、人がいいよとかね、なんかそういう情報でもいただければと思います。リクエスト曲と一緒にメールしてください。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までよろしくお願いいたします。また、FM ギノワンでは、ユーストリーム、ツイキャスで、映像と音声をネット配信しています。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動してますので、たくさんツイートよろしくお願いいたします。また、サイマル放送も始まりました。スマホの場合は、リッスンラジオで聞いてください。パソコンでお聞きの方は、FM ギノワンのホームページに再生ボタンがあります。完全全編同時放送をお楽しみいただけますので、そちらからもよろしくお願いいたします。さあ、今日のメールのテーマは沖縄のいいところ、どん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 メールよろしくお願いいたします。それではかけてから超下げたね早く、okay.
それでは今日のオープニングナンバーです。アブリル・ラビーンでスケーターボーイ、どうぞ。あ、おはようございます。それで俺マヨのあれ作るよって言ってたんだな。お前の下何話してんの今。キューシット。あ、そう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 。どっから。タマタマタマさん、おはようございます。ひゆみさん、おはぐくんちょう。こざゆるさんもおはようございます。ぎのたるさんもおはようございます。だからね、今日寒いね。あ、ぎまさん来た、覚えてるよありがとう。あ、オンザビーチさんもおはようございます。ねえ、ステージ楽しかった。ひゆみさん、あと100回やろ超最高でした。サウロ兄さん、壊れかけのレディオです。あれ、リクエスト曲のこと。マサオさん、おはよう。ん、自分があったから。あ、壊れてるの、壊れかけてるの。沖縄のいいところ、そうね、 FM 機能があることだね。ありがとう。模範解答あー、どこいて。沖縄のいいところみんなわかる？何がある？家上めっちゃ楽しかった。なんか今日いい感じ。あ、いい感じですか？ありがとうございます。曲の後天気道路をやって、また曲ね。曲名？曲。曲？うん。皆さんリクエストお待ちしております。リクエスト待ってるよ。今日は爽やかな晴れソングがいいんじゃないですかね。あ、いいですね。うん、今日晴れてよ。嬉しいんじゃん。寒い。あ、ああいうのいいですね。運転してるあの広場、貴重なの。自由にやってる。うん、さっきなんか気持ちよさそう。何も気にしなくていいさ。いい感じ。昨日モーミーさんとこ行ってきました。ん、あ、終わっちゃった曲、なんでもないなんでもないよ、して。シマンチュの宝、オッケー。シマンチュの宝、いいね。時刻は8時9分を回りました。 79.7MHz FM ギノワンよりお天気道路交通情報をお伝えいたします。まずは沖縄地方のお天気からです。4月24日月曜日、今日はですね、曇り、夕方から晴れます。そして風が東の風、波が 1.5 メートルとなっております。降水確率がですね、お昼12時までが 20% です。お昼12時から夜の12時までが10% となっております。日中の最高気温が25度です。今日暖かくなりますね。きっとね、あの FM 宜野湾から見える空もですね、あの雲がちらほらと、見えるんですけれども、すごい青空が広がっています。晴れが大好きな私にとってはもう最高の一日になりそうです。続いて道路交通情報をお伝えいたします。まずは沖縄自動車道からです。沖縄道下り、金インターチェンジ付近では工事のため第一走行が規制されています。沖縄道下り、金インターチェンジ付近では工事のため第一走行が規制されています。その他はスムーズに流れていますね。引き続き安全運転よろしくお願いいたします。続いて一般道の情報です。
国道58号線南行きです。宜野湾市伊佐交差点手前ですね、一部渋滞が見られています。国道58号線南行きです。宜野湾市伊佐交差点手前では一部渋滞が見られています。そして同じく国道58号線南行きです。浦添市牧港手前からぐすくまにかけて長い渋滞が見られています。国道58号線南行きです。浦添市牧港手前からぐすくまにかけて長い渋滞が見られています。そして、いつもここも混みますね、県道34号線前原交差点から大蛇名交差点にかけて、こちらでも長い渋滞見られていますよ。県道34号線です。前原交差点から大蛇名交差点にかけて長い渋滞が見られています。そしてですね、宜野湾市金子交差点、そして、公営でも、渋滞がいつもよりですね、長い渋滞見られてますね。その他でも混雑も発生しておりますので、皆さん今日急がないで運転しないでください。急いで運転しないでくださいね。ゆっくり安全運転でよろしくお願いいたします。以上、沖縄地方のお天気、道路交通情報をお伝えいたしました。はい。もういいよね。あと紹介。誰の歌ですか？おはようございます。はい、ビーチボーイズ、ここも今あと今あとどっちやろ何で今のピュー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 、あ、鳥です。あなたの鳥、あ、うん、あ、え、そうだよ、携帯から、うん、うん、カバンにいる、え、これタマーなの？タマーじゃないんじゃない？タマーなんですか？タマーじゃないんじゃない？タマーじゃないはずよ。分からん。飛行機雲、え、だから昨日飛行機雲超綺麗だった。あ、そうなんだ。タマーってよ。え、嘘。なんで分かるの？タマー元気？タマーさ、いざ金曜日か土曜日ぐらいに、うん、ゆる気あるってタイムラインに来た。はタイムラインにゆる気ある、やる気あるって、あのなんか私がモーニング8のちょっと告知っていうかしたんですよ。月曜日にやってるよって、メールのテーマ日曜日にアップするからよろしくねって、うん、やる気あるって来た。やる気あるよ。なんでやる気ないのか。ガマ怒りますかも。ママなの？同じ名前の人だと思ったよ。そうなの？そんなことない。なんで？やる気なさそう。山内さんね、ここすっごくて。やる気あるよ。タマ帰ってこい。タマがここに座ってるだけで、じゃあまた2割増しになるかな。そうそう、全然やばいでしょ。そんなことないですよ。ギルバートオサリバンさんのオサリバン、ギルバートサリバンじゃないの、オーサリバンか。おはひらがななんですか。違うよ。あ、間違えた。わざとでしょ。あ、そう。わざとなのか何なのか分かんないんだよ。おさりばん。おさりばん。本当に？うん。おさりばんさん。ビーチボーイズ、ここも。あ、おいしそうな名前。かけるか。達郎もデジーよ、ドライブ。へえ、そうなんですか。もう男の人、バイク乗りながらがいい。車でも何ですか。車。なんで指さすの、なんで指さすの今。なんかさ、今ちょっとよ、あれが壊れてからよ、また CD が。あ、そうです。忙しいわけ。あ、そうなんだ、大変だ。はい、行こう。はい、いいよ。お届けしたのはビーチボーイズでココモでした。
何ですか。何でもないよ。え、何ですか。次が、なんだっけ、 CM 明け。もしもしだ。沖縄手帳。あ、もしもしじゃなかった、沖縄手帳だった。うん、やさやさ。沖縄手帳の後に、え、大丈夫かな、8時半に書きますよって言ったけど。あ、まだ8時半ならんよ。あ、ならない、ならない、ならない。じゃあ全然大丈夫ですって言ってたんですけど、一回出たんだったら大丈夫じゃないか。あ、そうね。で、以上、今日は何の日のコーナーでした。で、見てね、下ビーチ帰るから。 Yes, sir。 で、その後曲。はい、何かけるんですか。何かけるか、あ、リクエストかけようかな。いいよ。日本ダービー記念日、植物学の日。あ、また今日も読めない漢字が出た、どうしよう。さあ、続いては今日は何の日のコーナーをお届けいたします。まずは沖縄手帳からご紹介いたします。4月24日月曜日、今日は旧暦の3月28日となっております。潮の満ち引きですね、満潮が夕方5時53分です。干潮が、お昼朝の11時49分となっております。今日はですね、石垣市石垣市民防災の日、そして明和の大津波、先島に大被害があったそうですよ。うん、1771年、ギネスに登録されてるんですけど、津波の高さが 85.4 メートルだったそうです。そして今日はですね、ダービー、日本ダービー記念日、植物学の日となっております。そして今日の誕生花なんですけれども、今日の誕生花、ゼラニウムゼラニウムだそうです。日本語名が分かりません。カタカナでゼラニウムと書いております。そして花言葉が決心だそうですよ。皆さん、以上、今日は何の日のコーナーでした。全然わかんない。あやってん、ちょっとだけやりてん。メール、ツイキャス読んでもいい。ツイキャス、あ、ツイキャス読んでもいいんですか。いいよ。さあ、たくさんツイキャス届いております。ツイキャスのご紹介させてくださいね。まずですね、一番トップバッター、たまさんからおはようございますと来ました。ありがとうございます。そしてひふみさん、おはごくんちょーって、家島ステージ楽しかったーって来てますよ。本当に楽しくって、30分間のね枠だったんですけど、あっという間でしたね。もう最高でした。もう本当に本当に、あと100回やりたい、マジでね。ひふみさん、これからも頑張りましょう。よろしくお願いいたします。そして、小ざえるさん、おはようございます。野の中の銀のほたるさん、おはよう。ちょっと肌寒いね、まあよーと来てます。本当になんかね、晴れなんですけど、今日、多分お昼ぐらい、前後ぐらいから暖かくなってくると思いますが、そうね、寒いです。だから私ちょっと上から今日羽織物持っております。ギマさん、おはよう、まあよ、ギマです。覚えてるね、久しぶりだね、と来てますよ。ありがとうございます。お久しぶりです。ツイッターでもね、コメントしてくださって、最近よく。ありがとうございます。約束通り、ツイキャス来てくれました。ありがとうございます。そして、みやちゃん、ぺオンザビーチさん、おはようございます。私です。ありがとうございます。そして、サウロ兄さん、おはようございます。壊れかけのレディオです。壊れかけのサウロですみたいな感じですか。マスオさん、おはまよー、ありがとうございます。沖縄のいいところは FM ギノワンがあるところじゃないって来てますよ。そう、今日のメールのテーマ、沖縄のいいところなんですけれども、マスオさんは FM ギノワンがあるところですね。ありがとうございます。本当にそうでございます。ゴールデンウィーク中にでもね、いろんな方がこのスタジオに遊びに来てくれるかなと私は願っておりますけれども、どうですかね。ぜひお時間あればここにも遊びに来てください。サウロ兄さん、マヨさん、なんか今日いい感じだねって、ありがとうございます。何がいい感じですか。見た目、テンション。ありがとう。キキマルさん、おはようございますと来てますね。今日飛行機雲も綺麗みたいですよ。皆さん
よければ今お空を見てみてください。綺麗な飛行機雲見えるかもしれません。そして久保田岳さん、キャー可愛いねと来てます。ありがとうございます。多分初めましてですね。ありがとうございます。まだまだツイキャスの方も募集しておりますよ。コメントたくさんよろしくお願いいたします。メールも今日はですね、メールのテーマ沖縄のいいところというふうに、ゴールデンウィーク前なので、もちろん県民の方からは沖縄のあれこれおすすめスポット、おすすめの食べ物、沖縄の人柄、うちなんちの人柄とかね、そういうの募集しております。ゴールデンウィークに向けて沖縄を PR していきたいと思います。そして、県外の方からは、沖縄に来たことある方からはですね、沖縄こういうところ良かったよーって実際に行ってみた場所とか食べ物とか紹介していただければなと思います。メールアドレスこちらまでよろしくお願いいたします。 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までメールよろしくお願いいたします。それでは届いているメール一通紹介させてください。この方行きましょう。まいおはよう、ぶちゅ、山ちん、おはよう、おえ、エコザイル出すよ自分で言っといておえってよ沖縄というか地元の宮古のことでもいいよね。もちろん宮古のことでもいいですよ。海の透明度が世界でもトップクラス、のどかな時間が過ごせる、人がいい、お通りがある。お通りがあるって何？お通り。何です？一気にする。お通り。ああ、お酒の？それもいいところなんですね。さすが、もう、お酒とね、おつまみのことなら、エコさんだと私は思ってます。現場では以上からです。現場からは以上です、ね。さて、万葉から仕事頑張っての熱いチューもらって頑張りますかね。じゃあ、後からやーと来てます。写真で都の写真かな？すっごい綺麗な海が広がってます。ここプライベートビーチっぽいんですけど、どんなですかね。いいね、こういうのが普通にね、見れるっていうね。宮古島にもぜひ私行ってみたいです。ね、沖縄本島だけじゃなくて、もちろん宮古だったり、その私が行った伊江島だったり、石垣島とか、本当に渡嘉敷島とか、いろいろ沖縄にはね素敵な離島があるんですけれども、今ツイキャスご覧の皆さん、ラジオお聞きの皆さん、ユーストリームご覧の皆さんですね、ぜひぜひ行ってみてください。素敵な海、私もおすすめでございます。エコさんありがとうございました。今日はぶっ込みましたよ予告なしにぶっ込んでみましたありがとうございました。さあ、まだまだメールの方も募集しております。今日のメールのテーマは沖縄のいいところです。よろしくお願いいたします。山下見ながらやらなきゃね。いくよ、頑張って。はい、終わってから始まっちゃった。始まる前がいいんだ、やっぱり。歌い出す前がいいわけよ。あ、そうなんだ。声とかぶらしたくない。あはん、まあいいけどね、かぶっても。一応はなんていうの、バーとおさり番、定番というか。あ、そうなんですね、うん、常識というか常識なんですか。でも常識は別にね、考えなくていいから。わかりました。終わってからね。ギルバート・オサリバン。ギルバートだよ。ギルバート。なんで点点つける。ギルバート・オサリバン勝手に文字つけてしまう。やだね。アローン・アゲイン聞いたことあるでしょ。ない。プライベートビーチなんだ、いいね。行きたいよ、デイジー。宮古めっちゃ綺麗だよ。そうなの。もう半端じゃない。宮古島って名産特産って何ですか。名産特産。なんだこれ。あ、森じゃないか。タラ川。ガラガラ？タラ川。タラ川？何ですか。おいしい。島。あ、お酒？やっぱお酒なんだ。お、オッケー、ありがとうございます。バイバーイ。沖縄の半分、女性の半分はチュラさん、沖縄の半分はカナさん。カナさん？
うん、暑くないよ、寒いよ、白棒にやん。ちょっと肌寒いです。え、かなさんってさ、かなさんどうって、え、どういうの、愛してるじゃないの、かなさんって。だから愛しいって言うんですか。あー、愛しい、あは、半分は愛しいの、かなさんだから半分は可愛いから。あ、可愛いのこと。あ、違う、チュラさんって美人ってこと。あ、そういうことね。あ、仰いでる仰いでない、トントンしてた。みんなに見られるね、文字ね。こっちしよういいじゃん。ていうか、国際映画祭終わるの早くないですか。3日間だっけ。4日だよ。あ、23からでしょ。あ、22からでしょ。違うよ、21から20日から。あ、20日、うん、20日、21、22、23で終わり。え、終わったよ。あ、うん、終わったのは分かるけど、なんかあれ、この間始まってもう終わったと思って。そうそうそう、なんか1週間ぐらいのイメージでした昔はね。あ、やっぱりコンベの時は。そうそうそう、CM 行こっかな、してちょうどいいぐらいか。じゃあ CM 行くからメール募集しようか。で、それでは CM ですって言って、これ言ってメール募集し て、それでは CM です。いくよ。お届けしたのは銀のトロンボーンさんからのリクエスト曲でした。ギルバート・サリバン、アローン・アゲイン、お届けいたしました。今日のメールのテーマはですね、沖縄のいいところです。ゴールデンウィークに向けて、県内外の方にですね、沖縄を PR したいと思います。皆様の思う、好きな場所、好きな食べ物、好きな人柄などなど、沖縄のいいところをメール募集しております。メールアドレス、こちらまでよろしくお願いいたします。797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com までよろしくお願いいたします。それでは一度 CM です。今度さ、メールアドレス言うときさ、なんかロボットとか、そういうあれで、ロボットっぽく言うとか、鳥っぽく言うとか、は、なんかそういうのを使用で、鳥っぽく、宇宙人っぽく言うとか、なあ、送ってくれるかな。突然やってごらん。嘘でしょ。そんな真顔でちょっと考えさせてください。ダメ、え、考えさせてください。ダメとは言ってない。なんかそれが私にとってプラスになるのである。ライオンっぽくとか、なんかそういう、みんなどう思う。この山内さんの発言どう思う。みんな、みんな絶対やってほしいって言われて。嘘でしょ、面白いのに。なんかアンサーして、何度も何度も君を褒めて、何度も何度も未来描いた言葉に。ほら、麻生さんが。絶対嫌。なんで大丈夫っていうの？ダメよ。こういう時半分ぐらいはやめといた方がいいっていう声が欲しい。それちょっと安心するさ。レジみんながこんなって言い出したら怖い。後に引けなくなる。357。まあ、その服装で寒いって言えるのが沖縄のいいところだよ。そうだね。マナー美人かなりたいね。タマだ、タマ、かわいい。さあ、突撃あなたの朝ごはん教えてのコーナーです。このコーナーではパーソナリティが直接あなたに電話をかけて、朝ごはんを聞こうという、そういうコーナーになっております。
さあ今日はですね、昨日茶炭家島から帰ってきて、読谷でのラジオの前に一度茶炭に寄ったんですよ。でその時に面白い歌を歌われている方々がいらっしゃって、ちょっとね逆ナンしてみました。明日電話していいですかって。そしたらなんともう心よく OK してくれましたよ。さあかけていきましょう。電話つながっております。電話あげれますか。ブブブブブ、お来た、よし取りますかね。はい、もしもし。もしもし、おはようございます。はい、はい、今日は、はい、おはようございます。メール、はい、あメールじゃない、電話のコーナーに、はい、ありがとうございました、はい、昨日ね心よく OK してくださって、はい、幻の焼き鳥赤嶺さんに今日は電話をつないでおります、はいはい、当たってますよね、番号。大丈夫ですよね。そうです、そうです。よろしくお願いいたします。朝からだったんですけれども、はい、大丈夫ですか？時間の方は。大丈夫ですよ。大丈夫ですね、はい。昨日ね、ちょっと話を聞くと、なんと、木曜日担当だったみきちゃんの時間にも出たことがあるというふうに聞いたんですけど、はい、同じコーナーだったんですか？はい、そうですね、朝ごはん、前回も。言いましたね。そうだったんですね。前回ちなみにいつ出られたんです、はい、このコーナーに。いつだったかな、2、3ヶ月ぐらい前な気がする。思い出があります。だいたいその前か、はい。よかったよかった。そうですね。あ、だからね、またすぐ、同じ方に私声かけてしまっていたらどうしようってちょっと思ってたんですけれども、だいたいね、そのぐらいの、じゃ期間空ければ大丈夫だと思います。はい、ちなみにですね、朝ごはん先に聞いといてよろしいですか、はい、コーナーの趣旨であります。いいですよ。はい。朝ごはんを何を召し上がりましたか。今日ですね、朝ごはんは、はい、こんにゃくゼリーを食べました。こんにゃくゼリー、はい。嘘、だけですか。まだ今からなので、朝ごはん実はまだ今からで、さっきちょっとこんにゃくゼリーを食べました。びっくりした。だから男性の方だからもうがっつり食べるのかなと思って。じゃあ今からなんですね、本格的なもの。なるほど、はい、じゃあまず前菜というかね、こんにゃくゼリー、ね、ちなみに何味ですか。さっきのアップル味です。お、私まだそれ食べたことないんです。最近ピーチにハマってて、はい、こんにゃくゼリーの、はいはい、美味しいんですけど、アップルもいいですか。アップルも美味しいですよ。そうなんですね。ありがとうございます。昨日、ちょっと、はい、私、遠くから最初ね、近づいてって、コックさんが踊ってると思って私行ったんですよ。はいはい、はい。踊られてましたよね、赤嶺さんね。ささやかなダンスをしてましたね。もう超愉快な、なんかメンバーさんと一緒にやられてたんですけれども、そうです、聞いていいですか。コックさんの格好をしてるってことは、はい、赤嶺さんは料理人なんですか。はい、そうです。あ、じゃあ幻の焼き鳥の、そう、焼き職人です。おー、なるほど、はい、そうだったんですね。だから何だったっけ、俺ずっと同じフレーズを言っていた歌があったじゃないですか。ね、はい、手羽先の歌、はい、なんて、はいはい、なんだっけ、手羽先の歌ですよね。もう、うん、手羽先と、もう一フレーズ、なんて言ってた？他にも、つくねの歌と、レバーの歌と、あとは、せせりの歌と、ぼんじりの歌です。すごい！いいよね！すっごい楽しくって、リズムも、結構、はい、ね、なんて言うんですか、耳に入ってきやすいリズムとメロディーで、はい、そう、すっごい楽しいなと思って見てたんですけど、メンバーさん、女性が2人？女性は、昨日は、そうですね、2人いましたね。2人と、あと、ひよことニワトリの格好されてましたよね、確か。いました、いました。うん、はい、で、男性の方が、赤嶺さん合わせて4名だったと思うんですけど、ね、はい、メンバーでいつもされてるんですか、歌を歌うときは。毎回、この、うん、集まりたい人が集まってやるっていうスタイルでやっていて。ああ、そうなんですね。日頃どんな活動、焼き鳥以外にも活動をされて、音楽を、はいはい、曲を作ったり、はい、その曲をこうみんなで演奏したりっていう活動をしてます。ちなみにどこで、そういうのはもし気になる方いらっしゃったら、どこで聞くこと見ることができますか。それは
宜野湾の長田1-11-1、はい、宜野湾ヒューマンステージというライブハウスの、そうですね、あの焼き鳥屋さんがあるのがヒューマンの前ですもんね。そうなんです、そこでやっぱり主に活動してます。ああ、なるほど、わかりました。じゃあ知ってる人ももしかしたらいるかもしれませんね。あのとっても本当に見ていて心が温まる私グループだなと思ったんですけど、じゃあそのメンバーだけじゃなくて、はい、その日にできるメンバーとか、はい、その都合がつく人たちが集まってやられてるってことですね。はい、なるほど。焼き鳥はちなみに、おいくらで、はい、あの販売してますか？10本だと1200円です。はい、10本で1200円。1本だと、はい、1本だと150円です。ああ、なるほど。わかりました。あの、沖国の近くですよね、確かね。沖国も近くにありますよ。はい、私、はい、そう、沖国大出身だったので、あの辺よく通っておりました。あの、いつも外から見てたんですけど、はいはい、じゃあ今日、仕事帰りにでも、今日空いてますか？今日は月曜日は定休日なんですよ。月曜日定休日なんだ。はい。じゃあ、月曜以外だったら、空いてます。はい、わかりました。じゃあ、ぜひぜひ行かさせていただきたいと思います。はい、高峰さん、お待ちしております。はい、ありがとうございました。はい、皆さんもですね、ぜひぜひ、あの、ヒューマンでの、ステージ、そして、赤峰さんの焼いている幻の焼き鳥も、行かれてみてください。はい、はい、赤峰さん、はい、朝からありがとうございました。はい、いえいえ。はい、応援しております、はい。また今後ともよろしくお願いいたします。はい。はい、ありがとうございました。はいはい、こんにゃくゼリーでした。はい、こんにゃくゼリーでした。こっちさびたん、ありがとうございました。はい。さあ、今日はですね、昨日私が逆ナンしてきましたよ。あの、幻の焼き鳥の赤峰さん、そして歌も歌われています。もしよろしければ、皆さん、ヒューマンライブハウスですね、行かれてみてください。こっちさびたん。さあ、ここで一曲お届けします。山下達郎、高気圧ガール。あ、もうバッチリこのタイミングですよ。来てやったぞ、ガースケさん、ありがとうございます。あ、コーラゼロさん、ありがとう。バス車内からおはようございます。バスなの今、おはよう。ランナンライフのこんにゃく畑よね。説明、自己紹介してください。初めてでしょ。初めてじゃない、誰、このガースケさんとかコーラさん。初めてです。あ、世田谷のコーラさんは何回もいらしてますよ。ガースケさんに金子まよですって。金子まよです、よろしくお願いします。歌ってます。あ、もしもし、先ほどありがとうございました。すいません、もう朝から、あの、明日ぐらいにでも行きますので、焼き鳥犬型子の、はい、ありがとうございました。はい、じゃあまたよろしくお願いいたします。はい、失礼します。ああ、留守番、留置番号69番だよ。はいはいはい。え、私は初めてです。そうそう、前は初めてだね。うん、初めまして、金子まよと申します。ちょっと髪の毛ね、今日やばいね。切るか、髪の毛。切りません、切りません。残してんの？切ったら失敗だもん、いつも毎回。でも去年、一昨年かここまで切ったんですよ。んパーマ当ててここまでにして、もう失敗だよね。あ、家島、あ、だからね、昨日行ったんだよね、世田谷のコーラさんね。なめこようこさん、なめこようこさん、そう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 だね。だからさ、昨日、じゃあ一昨日か、レース楽しかったですよ、はい、コーナーどうする、コーナー。あ、コーナーは青山テルマの何度でも、あ、じゃあ何度も、ん、何度でもじゃなくて何度も、曲明け、あの、あれ行こうね。ガネコマヨ、
メール。メール曲開け。曲開け。何度もね。何度も。青山テルマ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 。あ？うん。青山テルマ。ちげえよ。青山テルマ。青山テルマじゃないよ。ガネコマヨ。あ、ガネコマヨはいいのか。みたいなのが似合いそう。春。おかっぱがいいんじゃないか。え、似合う。今流行ってるだろ。これぐらい。じゃああれが似合う人だったらいいよ。本当に似合わないって思う。マジで本当に。やったことあるの？あるある。あ、そう。あるね。絶対嫌です。あ、もう髪の毛長かったらほらステージでもいろんな髪型できるから。あ、なるほど。長い方がいい。やりやすいんだ。やりやすい、とっても。珍しく説得力があるやった今の。でしょ、うん、本田翼、あ、かわいいよね。この声のおっさん、木曜日に放送してたね。はどれ、この声のおっさん、木曜日に放送してた。あじゃあ美佐子さんを目指します。私は長くメール読み合わせて。次メールでいいんですよね。え、メール？誰がおっさんやねん。メール？ん？メール？うん。あ。オッケー。さあメールをご紹介していきますよ。この方いきましょう。はい、マヨ&山内に皆さん、おはごくんちょー。絶賛、家島ロスナウなひふみだよ。ほんとよ、私も、めっちゃさ、もう超残りたくって、あっちに。でも、そう、おじいちゃんおばあちゃんがね、シーミーだから、帰ろうって言って、もう、すぐね、帰っちゃったんですけど、私もすごく残りたかったです。ありがとうございますね、ひふみさんね。マヨ、家島は、ん家島は楽しかったね。なんで楽しかったの前に、火って感じがついてるの。あの、炎のね、ファイヤーの火がついてる。もちろん、オールコネクトもよーって、だからさ、もう本当に楽しくて、控え室でもずっと笑って、ステージでもずっと笑って、終わった後もずっと笑って、本当に楽しかったです。してから、沖縄のいいところ、そりゃ、オールコネクトがいることさ、中でも、刻一点のマヨが可愛くて輝いてるところさ。こう一点、なんて読むのこれ、刻一点。こう一点。漢字読めないのよ。まあ、伝わりますよね、皆さんね。さあ、あんだ口はこれくらいにして、え？沖縄の、本題の沖縄のいいところはみんな優しいところさって。なんであんだ口って。例えば、本番で出だし間違えたり、シンバル叩き忘れたり、ノリノリでボーカル置き去りにしても誰も責めなかったりさ、僕の半分以上はオールコネクトの優しさ出てきてます。安静、今日も今週もよろしくごくんちょう、ひやみかち東北、ひやみかち九州。ありがとうございます。だからね、もうステージで、あのね、これ別に悪いことじゃないんだけど、3人でこう やるでしょ、オールコネクト、大城智也さん、牛乳屋のひふみさん、私で歌いますよね。そしたら、智也さん、私たち基本、リハーサルも打ち合わせもあまりなく、この曲やるよぐらいを、本当に直前に決めてやるんですよ。で、だから私も歌詞何だったかなって思いながら、智也さんの口見ながら、あ、歌詞次これだって言って歌ったりするんですけど、あのね、リーダーの智也さんね、やっぱりこの、なんて言うんだろうな、本番になるとテンションが変わるんだろうね、高くなるんだろうね、あの予定してなかったこととか始め出すから、あ、そこから始まるのとか、そう、それでも、あ、楽しいからいいやってね、なったり、ひふみさんも、私たち気づかないんですけど、なんか叩き忘れたりとかね、シンバルあるんですね、きっと。でも本当に楽しいんです、オールコネクト。これからもライブいろんなところでやっていきたいので、ぜひぜひ、これからも、ゆたさるぐっとうにげさびら、よろしくごっくんちょです。本当に、月1回じゃなくてね、どんどんできていければなと思います。よろしくお願いします。さあ、続いて、同じオールコネクト、
大城智也さんのメール紹介します、おはまよでーす。まよ、おとといの家島ゆり祭り一緒に歌ってくれて本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。リスナーさんたちもたくさん来てくれて嬉しかったねーって、本当に勝ち足で盛り上げてくださったり、私の手話を一緒にやってくださったりね、優しくて盛り上げ上手な皆さんでした。来てくれた皆さんにも本当にありがとうございました。またオルコネで一緒に歌い、一緒にいろんなところでライブしようね。これからもよろしくお願いします。今日も素敵な一日をと来ております。ありがとうございます。本当ですよ。だからね、今さっきも言ったんですけど、ともやさんとこのひふみさんとやるとまた違う自分の一面をね、見ることができたり、あ、音楽ってやっぱ楽しいなとか、リスナーさんと関われる時間が多分一番多いのがオールコネクトで歌ってる時だと思いますので、ぜひこれからも私といろんな人をつなげてもらいたいし、私もともやさん、そしてひふみさん、いろんな方とつなげていけるように頑張りますので、これからも本当によろしくお願いいたします。ありがとうございました。メールまだまだ募集してます。メールアドレスこちらまで、797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com までメールお待ちしております。喋りすぎた。これ琉球愛歌だっけ。愛歌、さあ、マスオさんからのリクエスト曲です。モンゴル800、琉球愛歌。ギノワン、初めて朝の番組、おお、ありがとうございます。この歌もいいな。あ、FM ギノワンから見える、あー、マスオさんすごい身長高いから目立つね。やっぱ入ってきたらすぐ分かる。ありがとう。ガスケさん、静岡寒いかな今まだ。そうなんだ、静岡のどこですか。静岡行ってみたいです。富士山見てみたい。富士山はさ、俺しょっちゅうけども予想以上にでかいから。やっぱ大きいんですか。でかい。嘘、思ってるのも3倍がでかい。マジマジで。ちょうど奥から一回超ちっちゃい時に旅行行って、ほんとこんぐらいの大きさで見た。あれ富士山だよってお母さんに言われて。全然だろ。ん、全然だっただろ。そう、あ、そのちっちゃいのを見ても、あ、富士山だみたいな。保育園生ぐらいだから、あ、富士山だみたいな。あれさ、もう近寄るさ、な、しか死にでかい。嘘、銭湯に描かれてる絵みたいなもんじゃないの。あれはちょっと遠くから見てるさ。あ、やっぱあれも、うん、なんか、なんていうの、あのままの山がポンって立ってるイメージです。違うの。でかい。あ、すげえ、登りたい。沖縄に富士山ないよ実はないんです。はい、行きたい。いいね、いいね。半袖でも OK な天気でござる。嘘だよ、松尾さんだけね、そんなの寒いの寒いの、うん。自衛隊演習場から見たら、あ、何それ何それ何それ。近くにあるんですか、自衛隊の。へえ、いいな。富士山登りたい。いいよ。いいよ。登ったんですか。何合目だっけ、車まで行けるとこまで。あ、行ったんだ。5号とかみんな行くっていうね。5合目までは行けるみたいな。きついのかな、やっぱり。いや違う、もっと行ったはずよ。忘れてたよ。いいよ、俺は2人で。2人で2人で何回も言うんだ。嫌だったら嫌ってちゃんと言ってくれ嫌じゃないよ。ドキュメントだよ。ドキュメント、いいね。ドキュメント映像じゃ作ろう。だから何、山内さんがこの何日間か、まあ3泊4日ぐらいさ、ね、富士山っつったら。あ、そうなんですか。そしたらこう、マヨがまず耐えられるか。余裕よ、山内さんに。あ、山内さんに。富士山は耐えられるけどな。で、
俺は逆に俺もマヨに耐えられる。いろんな意味でね、これは二人がじゃ成長するためのものですね。成長するのかな。するでしょ、精神的に。午後まで自衛隊にいた頃、自衛隊だったんだ、すげえ。富士山の登山駅伝したけど登りは辛くて、下りってやばくない。あ、足がちょっとちょっとウケる、想像したら。ここでも嫌われてるんだな。あ、嫌われてない、大丈夫、好き好き好きね。気をつける。今のはちょっときついです。ウインクされた。なんか飛んできた。何も飛んでねえよ。青山出るわ。言えなくて告白。だからよ、ラララララ。ウィンクキモいってよ。やば、頑張ろう、かいさん。テントさん、俺に文句しかない。テントさんって呼んでいいの。うん、テントね。テント、うん、テントさん。山内さんのインクみたい。転がる人、嘘でしょ。脇腹痛くなってきても止まらないだけ。嘘、超過酷じゃん。なんか駅伝っていうかあれね、訓練みたいね、本当にね。チャリティあれやろっか。何なんだ、前のコーナー行くよ。ごめんしかない。メール行くか。ごめんしかないよ。メール行くか。いけるいける。じゃあ紹介あんまりしないで。何分あるんですか。フィルマンは、4分4分、 OK。 だから1分半ぐらい喋って、ね、うんうん、さあ、マヨのフェイバリットソングズオンマンデーのコーナーに行きたいと思います。このコーナーでは私がおすすめする音楽などを紹介していくんですけれども、最近ね、バラエティで引っ張りだこの青山テルマさん。そうだよ、あのね、なんと木下ゆきなさん、ゆきなさんとめっちゃくちゃ仲がいいらしくて、あのね、元ヤン説っていうか超イケイケ、本当に。そばにいるねの曲ですごい有名になったじゃないですか、あの方。で、ああいうね、ラブソングとかよく歌ってて、私も、なんで、CD を買ったり、そう、いろんな曲聴いてて、ああ、きっと性格もこういう感じなんだろうなと思ったら、最近、何の番組だったかな、今夜比べてみましたか、何かで。青山テルマさんがすっごい、やんちゃってことに、ネットでね、みんな騒いでいて、逆に、そんな、テルマが好きみたいな感じのコメントとかがすっごいたくさん。そうそう、そのギャップがいいって言って、やっぱりね、あの人は、歌と、で、その、逆の顔というか、本当の、青山テルマさんっていう、この人物像っていうのが本当にすごく素敵だなって私は逆に思いました。そんな、今私がハマってる、青山テルマさんの、またまたハマっている、再ハマりしている、この曲を聴いていただきたいと思います。青山テルマで何度もです。どうぞ。つまり社会人や自衛隊、一般の人もいるんだ、やばい。それは暑くないんですか。30秒ぐらい前に9時の、うん、終わる曲名紹介してメール募集して、うん、このあと9時台もモーニングエイトお楽しみにみたいなこと言おう。分かった、オッケー。お、西郷さん、お久しぶり。あー、まだだかも西郷さん、おはようございます。おはまよ。てか、受けるんだけど、暑くないんですかって聞かれたってよ。だから、もう今さ、暑くなってんじゃないか、外は。あ、外はこっちが寒いのか。こっちは今、温度と湿度を保ちますからね。あ、そうですよね。だからさ、優しくなんかないね、何度も何度も君を思う。これも歌える、あ、踊れる。ん？
踊れる。何を？この歌。この歌って踊り？ずっとそばにいて。あ、わかるわかる。あれでしょ、多分結婚式のために書いた曲だったよね。あ、ジェテイコさん、おはようございます。ありがとうありがとうございます。喉が開かない声だけど詰まってしまってる。話せなかった。自分で分かる、閉まってるなとか、今日声できないなとか。朝起きて 3,4 時間は絶対に歌えない。うん、今日ちなみに4時半に起きたんですけど、まだ閉まってる。喋ってないからか。4時半、8時半、そうだね、喋って今じゃあ会えてきたんだよ多分、お昼過ぎぐらいからね。あ、うそー、メール読むよ、後で見て、YouTube でね。遠ざかるその声を振り返らない、その背中を。この部分が超好きなんです。今すぐに追いかけて泣いてしまえたら。いいね。一郎は喉詰まりっぱなし24時間ジェルティーラジオ FM ギノワンで愛を叫ぶ。あ、いいね。え、やりたい。おいら帰らないと歌えない。マジ？そうなんですか？わかる。どっちにわかる？酒入らないと歌えない。そうなんだ。なんで？歌手じゃねえし。酔うってこと？じゃあでも酒入っても歌わんな。聞いて言いたくなる。あはん。はい、行ったよ。うん。お届けしたのは青山テルマで何度もでした。今日のメールのテーマは沖縄のいいところです。メール募集しております。こちらまで 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までメールよろしくお願いいたします。引き続き9時台もモーニング8楽しんでください。よろしくお願いいたします。いいね、くなってくんだね。いい感じ。シラフだと喉開かないのよ、年取るとって。そういう喉が開くの、お酒入ったら。私逆に声が変わるからね、できないんだよ。そういう意味なんだ。この時間は琉球新報、沖縄タイムス、八重山日報、本当沖縄本当版より。あ、読めるかな。事故。イントネーションが分からん。いいですね。お酒は魔法の水ですね。お水じゃないか。心理テストなくなったね。だから忘れてたね。そうなのよ。心理テスト先週やったんだけど、やっぱ9時台からは急ぐから。そうだな。うん、9時台からやっちゃうとなんか急いちゃうなと思って。来週またね、最初からやりますね。意外とできないね、心理テストね。時間ありそうでね。うん、出て。いけるんだけど。今日心理テストしたっけ、マヨ。今日3番？じゃあ後で3番の答え発表しないといけないね。この時間は琉球新報、沖縄タイムス、八重山日報、沖縄本島版より記事をお伝えいたします。まずは八重山日報、沖縄本島版の総合面からです。島袋氏が参戦、自公が
オール沖縄下す。任期満了に伴ううるま市長選は23日投開票され、現職の島袋俊夫氏が3期目の当選を果たしました。島袋氏は自公選挙協力体制に支えられ、安倍政権の全面的な支援を受け、支持層を手堅くまとめました。県内11の市のうち9つの市は尾長知事と政治的に対立するチーム沖縄を結成していますが、中部の主要都市のうるま市で市政を死守しました。尾長知事を支えるオール沖縄陣営は市長選で3連敗となり、来年の名護市長選、天王山の知事選へ向けた体制を立て直しが急務となります。続いて琉球新報の社会面からです。騒音分布測定へ全国初の実施。米軍普天間飛行場の騒音被害に対する損害賠償請求と飛行差し止めを訴える第2次普天間爆音訴訟団は、独自に騒音測定を実施する方針を23日までに固めました。控訴審に向けた取り組みで、2017年中に騒音測定器を設置します。設置場所は未定で、損害賠償の対象範囲に適用される騒音コンターの区域内外で騒音を記録し、コンター外でも同様の騒音被害を受けていることを証明します。全国の爆音訴訟団でも初の取り組みです。続いて沖縄タイムズの地域面からです。宜野湾市で元気に恋ダンス。宜野湾市恋のぼり掲揚式が19日宜野湾市役所正面玄関で行われ、保育園児45人と関係者らによって高々と掲げられました。式では園児らのお遊戯も披露され、急な保育園の諸見里凛ちゃんは鯉のぼりを眺め、一番小さいのが可愛くて好きとうっとりしていました。佐喜眞敦市長は、いっぱいご飯を食べて元気に遊んで鯉のぼりのように大きく成長してくださいと挨拶しました。以上、琉球新報沖縄タイムス八重山日報沖縄本島版より記事をお伝えいたしました。八重山日報が出てこない。怪しかったな。八重山日報あとオール沖縄、なんかオール沖縄のイントネーションが、オール沖縄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 、あ、そうなんですか。オール沖縄だと思ってた。あとどうしたの。オール沖縄、ん、違う、オール沖縄、オール沖縄、違う、オール沖縄もう私も分からん。オール、オール沖縄、違う、オール沖縄じゃん。オール沖縄、そう、オール沖縄、そう、それですよ。オール沖縄オール沖縄。新聞やったら別持ち込むな。これさ、何、もうあとメールで読むだけだからさ。はい、オーミンさんのメールよ超長いよ、すごい。あ、はい、ああ、これいつですか。このまあ9時台オープニング封じやって、あ、そか、別にあのあれしてもいいよ、そのままメール読んでもいいからさ。うん、わかりました。タイミングはいつでも。オッケー、オッケー、
お引越ししてるんですか、テーブル。ゆきちゃん今日あ、かわいい白ね、ウェディングドレスみたい。細っ。さあ、9時台モーニング8、9時に突入しましたよ。ラジオをお聞きの皆さん、改めまして、月曜日担当金子まゆが生放送でお届けしております。たくさんのね、ツイキャスのコメント、そしてメールも届いておりましたので、早速ね、メール紹介していきたいと思いますが、今日のメールのテーマ、ゴールデンウィークに向けて、これにしましたよ。沖縄のいいところ。です。私は沖縄のやっぱ海をおすすめしますね。先ほどエコザイルさんが宮古島の海いいよーって、透明度がもう本当にナンバーワンって感じでね、メールいただいたんですけれども、本島のまあ海も本当に綺麗で、で、もちろん海とかそういうのもいいんですけど、やっぱ食べ物も美味しいなと思います。やっぱりね、うちなんちですから、天ぷらとかサーターアンダギーとかも大好きで、すごいね、ぜひ沖縄に遊びに来た内地の方にはそういうのも召し上がっていただきたい。で、沖縄に、今ね、いる方、沖縄で好きな場所、好きな食べ物、うちなんちのこういうところがいいんだよっていうのを PR していきたいと思いますので、今日はですね、メールに、沖縄でのおすすめスポット、場所ですね、そう、食べ物、などなど、メールしていただければと思います。メールアドレスこちらまでお願いします。797@fmginawan.com。797@fmginawan.com までメールお待ちしております。じゃあ、メール来ておりますので紹介しますね。はい、さい、まよこ。なんて?テーマ、沖縄のまよこが好きなところ。まよこはいつも笑顔で、普通の女の子と違って、ところ?構わず、プーヒルところが好き。かっこ本当って、嘘だよ。モーミー ABC がありがとうございます。モーミーさん、こんなしたら、ほら、みんなのイメージが、私へのイメージが。ね?ダウンしちゃうよ。やっぱり、うちなや、いつも周りに仲間がいるさ。モアイ仲間、ラジオ仲間、闘牛仲間、同級生仲間、仲間ゆきえとかがあって。確かに。私のね、通っていたタレントスクール、仲間ゆきえさんが出身でですね。ありがとうございます。なんか、多分そういうつもりはないと思うんですけど、仲間ゆきえさんの名前があったので、ちょっと紹介しました。ワンヒッ切りなしに呼ばれてるわけよ。約で毎日誰かと会ってるから暇があっても暇がない状態、フージーヤンバーよ。おとといはラジオ仲間、昨日は闘牛仲間と集まった。あ、おととい確かあれよね。ユーサバチャーさん、ユーサバチャーさん合ってるかなと、エコザイルさんと女層に飲みに行ったっていう話を聞きました。昨日はモーミーさんのところに行って、闘牛見てきました、私も。これがなかったら寂しくて切なくて、わびしくて、どうしてなんだろう、なぜなんだろうって考え込んで、はげるはず。そしたらはげるの?まあまあ、そこはちょっと突っ込まないでおきましょうね。結果、うちなーは、イチャリバチョーでーってことわざの通り、すぐ友達になれて、ワンの毛が失われる数ほど友達は増えていく。いいこと言う。モーミーさんの頭はそれを表せてるんですね。友達の数が多いから。ね。わかったか?プーヒャーマヨコ。余談やしが、昨日、4ヶ月になったばっかりの子牛のキラキラマヨちゃんよ。散歩させたら10センチくらいの段差も怖がって降りきれない。カールちゃんと試ししたら、マヨちゃんがお腹に潜り込んで持ち上げる体勢になってるわけよ。ワンガと今までよ、押していけ。ひんやいひんやいってやぐいたら、チューチューチューって、
お取り寄った？よく見たら、おっぱい探してる。あ、かわいい！かわいいね！キラキラマヨちゃん。はっさよ、今度。今度、チューチュー二つもらってあげないとダメやっさ。キラキラマヨちゃんとガネコマヨコーの。アンシェ、また野菜。ありがとう。まだまだじゃ本当に子牛なんだね。私ね、初めて見たんだけど、キラキラカールちゃん見たからだず、本当に、とってもちっちゃくて可愛くて、ずっと泣いてましたね。動画も撮りましたよ、本当に。素敵でした。キラキラマヨちゃん、名付けてください、本当に。で、ぜひね、来年、再来年ぐらいかな、もっともっと大きくなった時には、闘牛に出してくださいね。よろしくお願いいたします。オッケー、じゃあですね、もっともっとメール来ておりますよ。もみさんありがとうございました。じゃあ続いてのメールいきましょう。ガネコメちゃん&ミキさんの山内さん、おはようございます。 M8 ネーム、今日もおかしな銀のトロンボーンです。グッモーニング沖縄&ギノワン。さて今日のテーマ、沖縄の良いところ。他県に行ったことないからあんまわかんないけど、ラジオ局が元気、沖縄県民がラジオをよく聞いて、そしてラジオ番組も沖縄独自のラジオ番組がより面白い、そしてコミュニティ FM も多い気がする。沖縄ラジオ局のリスナーさんも全国にいるしねーと来てます。そうですよね。だからいろんなところで本当リスナーさんがね、先ほども静岡からもツイキャスでコメントありましたし、世田谷のコーラゼロさんもね、東京から、多分まだ沖縄にいらっしゃるのかな？来てますし、ほんといろんなね、内地の方からもメール、ツイキャスのコメントいただくし、沖縄のラジオ面白いねって聞いていただけるし、いいですよね、そういう沖縄。本当にいいところです。そうやってなんか人を引きつける魅力が隠れているのかもしれませんね。ぜひ遊びに来た際には、沖縄の人たちとも関わってみるのもいいかもしれません。今ですね、BGM で、エコザイルさんからですね、ビギンのシマンチネタからリクエスト曲ありましたので、その曲をバックに、メールお届けしていきたいと思いますよ。さあ、続いてです。今日スタジオに遊びに来てくださってます。アイデアマスオさんからです。ありがとうございます。おはまよ、おはたま。おはたま、久しぶりに言った。マスオだよ。沖縄のいいところね。最近寒いけど、年がら年中あったかいところかな。ほぼ衣替えしなくていいところが好き。確かに、私も、倉庫とかお尻に入れないです。常に長袖も半袖も同じクローゼットに入ってて。そうそうそう。今日ちょっと寒いからって言って、薄着のね、長袖引っ張り出したり、冬でもちょっと今日暑いねって言って、半袖で上着を出したりとかね、やってますけれども、そうですね。確かに内地から来るとびっくりするぐらい暖かいかも、暑いぐらいかもしれないですね。そして、暑くなりすぎないのもいいね。一年通して過ごしやすいのが最高にいい。あと沖縄には好きなことを仕事にしてる人が多いのもいいなって思う。さらにうちなんち大会とか、沖縄魂みたいなのを大切にしてるのも素敵。うん。場所で言うとやっぱり海かな。高速を通って巨大インターを抜けて見える、わかる、快晴の真夏の日の海にハッとさせられる。ということで、マーヨーと一郎さんにも出会えたので、沖縄最高だね。ではでは、時間まで頑張ってねと来てます。ありがとうございます。私この間この伊江島ゆり祭りね、行く時に2V しながら行ったんですよ。久しぶりにあんな遠くまで一人で運転して、ね、もうダメだ。もう巨大に入ったのに、もうダメだってなってたんですけど、同じく、その海見た瞬間目が覚めました。なんていい天気、いい天気じゃない、いい海の眺め。天気がだから雨だったから、海もね、それこそ本当に青くない。いつもよりも濁ってるというかね、暗い感じかなと思いきや、全然そんなことないの。綺麗な本当にね、エメラルドグリーンの場所と、ちょっと目をね、そらすとまた全然違う色の海が広がっていましたよ。もう最高でございました、本当に。ね、海もいいですよ。ぜひぜひ行かれてみてください、皆さん。デフテックウィズ、ジェイク島袋、ワンデイ。さあ、ここで一曲お届けいたします。サウロー兄さんからのリクエスト曲です。デフテックウィズジェイク島袋で、ワンデイ。あら、いい感じだね。イエーイ、成長した？2週間で。
そうでもない。じゃ曲が。あ曲が。あごめん。マヨを褒めてくれたと思った。あマヨもで。海って感じね。そうそういいね。あ海行きたいね。マスオさん聞こえるかな。海行きたいな。海行きたいですね。のんびりしたいね。え？のんびりしたいね。うん。超あくび。この曲がいい感じすぎて。いい感じだよな。うん。島袋って誰ですか？ジェイク島袋ウクレレじゃないですか？あ、あの人？そうそうそう。いいですね。あのハワイ出身の人。うんうんうん。あ、ケイン。ありがとう。チャーいただこうね。あ、ほんといい感じだね、この曲は。山内さんがいい感じって。でも心理テストやらなかったやらなかったでちょっと時間余っちゃいそうな気がする。来週絶対やろうっと。違う、自分のおすすめスポットとかも言わないと。あ、分かった。自分の話をね、やっぱまよちゃんの話をみんな聞きたがってますからね。そうなの？そうですよ。分かった。ファーマーズがおすすめ。は？ファーマーズ。なんで今言う？あ、ごめん。ごめんなさい。内地から来た人にやっぱ地元の人が喜ぶ場所を行ったら喜ぶさね、内地の人。うん。だから。あ、ありがとうございます。教えてあげましょう。よかった。カイトさん、ギリギリのところでさんじゃ本当ね。本当だよ。あと8分。ありがとう。でも来てくれました。お腹空いたな。わかる。とってもさっきなんかの曲名が食べ物に見えたんですよ。超お腹鳴りそうだった。やばかった。マジでマジでマジで。ああやい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 や、ゴールデンウィーク何しようかな。なあハリー出たいたいな。また超楽しいんだよ。あんちのステージで何日から来た人は綺麗なんじゃ。あ、そうなんだ。どこがあるかな、綺麗な人。飲み屋のお姉さんじゃない綺麗さを。松山、松山ラーメン。そういうところじゃないところを紹介しようよね。だって綺麗な人がいっぱいいるのは松山だ。綺麗なんですか、実際。綺麗な、実際綺麗。へえ。やっぱ気使ってますからね、デイジいいね。行ってみたいなぁと思うけど。キャバクラ行ってみるか。怖い。自分の声聞こえなさそう。女性もよく行くよ。いいですね。聞いたことないあれです。さあではですね、残りの時間メールの紹介をしていきますよ。今日のメールのテーマが沖縄のいいところなんですけれども、ちなみに私が猫マヨが思う沖縄のいいところ、やっぱりまず人ですね。人がとっても優しく感じます。内地行くと、ま、親切な方はもちろんたくさんいらっしゃるんですけど、沖縄はなんていうんですかね、ほんとさっきモーミーさんが言ったイチャリバ町でみたいな感じで、すぐ友達になれるし、あんまりこの距離感がない気がして、私は逆にそういうのが好きなんですけどね、やっぱりちょっと人によると思いますが、もうちょっと、距離感大事にしようよって思う方ももちろんいると思うんですけど、すぐお友達、すぐ兄弟になれるぐらいの仲良しになれるっていうのが私は一番沖縄のいいところなんじゃないかなと思います。ちなみにですね、私ファーマーズが大好きで、JA ね。大好きで。なんでかって言ったら、どこどこの、
あの誰々が作った野菜だよって、野菜を売ってるところで顔写真付きだったり、あの、ね、農家の方の名前が載ってたり、そうなんか安心して買える、しかも安いし、そうでそこ行くとお弁当も売ってるんですけど、そこにまただからほら美味しい沖縄の料理、天ぷらとかもあるわけですよ。一番大好きなのがうむくじ天ぷら、大好きですね。あれを一回浜比嘉、私の祖母が、お父さんのお母さんね、祖母があの浜比嘉の出身で、そこにあのお盆の時期とか正月とか行ったりしてた時によく食べてたんですよ。もう超美味しくて、うむくじ天ぷらね、沖縄の人だったらわかると思うんですけど、紫色のちょっと楕円のもちもちっとした天ぷらなんですけど、あのもし食べたことない方いらっしゃいましたら、この機会にぜひあの召し上がってみてください。もう超絶うまいです、大好きです。何もつけないで食べるの美味しいですよ。でそうそうそう、でファーマーズ行くと、だからその沖縄独特のこの雰囲気とか、沖縄の音楽ももちろん流れているし、でいろんなところにあるんですよ。宜野湾市もあります、大山になるのかな、っちはあるし、あのドンキホーテの近くですね、あと読谷にもあります、地域振興センターの隣にあったり、あと名残もあったり、とにかく大きな敷地にたくさん野菜、そしてそこのなんかドラゴンフルーツのゼリーとかティラミス売ってるところもあるし、あのおじいちゃんおばあちゃんが作ったね、なんかそのカゴ、カバンのカゴとか、なんかそういう手作りの品とかも売られてたりして、結構ね楽しい。行ってたら私時間暇つぶしとか超します。そこでもしよろしければ行ってみてくださいね。こう、あ、大学の時にオープンキャンパスで内地から来た女の子がいたんですよ、沖国にね。その時に私三栄に行くのが夢なんですって言ってました。その子は三栄のチラシ集めてるって言ってて、もしかすると内地の方からしたら三栄何か惹かれるものがきっとあるんでしょうね。食品館なのか食料感なのか分かんないんですけどもしよければそういうところも沖縄にしかないねお店にも行ってみるのもいいかもしれません。さあ、じゃあこの方のメール紹介します。モニエイネーム、あ、モーニングエイトネームね、サウルお兄さんだよ。よい子のにみんなこんにちは、サウルお兄さんだよ。あのね、沖縄のいいところ、あれさ、ね、海よ、ニーブタじゃないよ、海、海はあ、さ、綺麗さね。あとは面白いラジオ番組が多い、これでしょう。あと路地裏に猫がいっぱいいるところ、にゃお終わりと来てます。ありがとうございました。サウロお兄さん、よくフェイスブックで猫の写真をねアップしてるんですけど、猫好きなんですね。いつも可愛いね、ボンネットに乗った写真、猫の写真とかさ、なんか車の後ろに隠れてる猫の写真とかね、可愛いですよね。確かに猫はめちゃくちゃ多いです猫好きにもたまんないかもしれないですね。ありがとうございました。さあ、じゃあ続いて最後ですね、この方行きましょう。マヨさん、おはようございます。ジェットインコアジです。ありがとうございます。今日のテーマ、沖縄のいいところですが、自分は内地の沖縄リピーターなので、そういう視点でしか話せませんが、すごーく月並みなんですが、やっぱり海が綺麗。あ、月並みにってこと、これにつきます。自分は海のない県に住んでいるので、普段は海ってそんなに身近なものじゃないんです。一番最初に海に行った時は本当に感動ものでした。これが日本なのかって思ったくらい。確かに、他にも日本には海がたくさんありますが、沖縄は格別です。世界にも、十分に誇れる海だと思います。日本の宝ですよって、ありがとうございます。今ではもっといっぱいいろんな沖縄の海を見てみたいと思ってます。離島も行きますが、その島々で景色も文化も違うなんて、沖縄は本当に奥が深いです。確かに喋る言葉も全然、方言も違うしね。だから何度行っても飽きないんですよねって。いいね、他県からのそういう視点、私大好きですよ。ありがとうございます。あとは沖縄の皆さんは優しい人ばかり、気さくに話しかけてくれるし、お酒飲んで盛り上がれるし、行くたびに最高の思い出を作れます。他にも食べ物とか音楽とかあげるとキリがないので、この辺でやめておきますと来てます。ありがとうございます。確かにライブハウス行くと本当いろんな方の歌も聴けるし、あの民謡居酒屋なんていうのもね、結構沖縄は楽しめると思います。こうやってね、あの他の県からの、あの視点も大事です。これぞ私が今日求めていたものという風な、あのメールが
いただけたんですけれども、本当に皆さんたくさんのメールありがとうございました。たくさんねきっと沖縄 PR できたので、ゴールデンウィーク沖縄のどこ行こうかなって悩んでた方にはもってこいの今日はテーマだったんじゃないかな、皆様からのメールだったんじゃないかなと思います。またですね、来週もう5月に入りますよ。来週月曜日もモーニング8を聞いていただきたいと思います。お相手は月曜日担当が猫まよでした。また来週お会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。はい、お疲れさん。お疲れ様でした。ありがとうございます。だからね、雨降らないでほしいね。皆さんありがとうございました。お疲れ様でございました。